はい、単語対応を利用した欠落語の投射による機械翻訳向きオラクル入力文の生成という表題で、長岡技術科学大学の竹野が報告いたします。よろしくお願いします。機械翻訳、言語処理の一分野である機械翻訳の問題は、ある言語から特定の言語、目的言語への変換問題として、取り扱われます。例えば例として、この2文が与えるときに、翻訳の問題では、それぞれの入力文から、出力に適切な文を出力というのがするというのが機械翻訳の問題になります。しかしながら、この文の対応関係を考えたときに、明らかに、目的言語と、この言語間の、両文の中で対応関係が取れない語というのが存在します。このような語を今回我々の研究では非対応語と呼んでいます。例えば日本語と英語の場合で考えた場合には、限定詞や、代名詞、一般的にゼロ代名詞と呼ばれるもので、日本語には、終助詞といったようなものが、存在します。他にも、疑問詞や関係代名詞、英語における、疑問詞、関係代名詞、虚字など、日本語で言うとハガオニなどの格助詞、あとは敬語表現などが対応が取りづらいということが一般的に知られています。機械翻訳の問題において、これらの語のうち特に目的言語の非対応が特に問題になりやすいとされています。この例で言いますと、英語を原言語として目的言語を日本語とした場合には、終助詞のねがねをこの原文から生成するのが難しい問題となります。逆に日本語を原言語として目的言語を英語とした場合には、 me や you、 the など限定詞といった、こういった語が、問題になりやすいということになります。で、これらの語が、問題になりやすいという、機械翻訳において問題になりやすいということから、先行研究では特に、これらのうち、ゼロ代名詞などや、監視だけに特化した、翻訳の前処理や、翻訳もこういった欠落語の考慮した、翻訳モデルの提案というのがされてきました。で、実際にこのような言語っていうのは、実際に、この例で言うと、ゼロ代名詞、me や you、the などが、機械翻訳において翻訳する際に生成を行わないといけないということから、難しいところになります。で、この言語の、問題に対応するため、一つ一般的に考えられるのが、一番取り付きやすい仕事として考えるのが、原言語における単構造解析を行うことによって、こういった語をあらかじめ復元しようという取り組みが一般的に行われます。日本語で言いますと、実語語構造解析などを行うことによって、各動詞におけるがやにを明示的に復元してあげようというのが、これまでの先行研究としてあります。しかしながら、こういった、単言語だけを、注目し、構造解析などで、こういった語を埋める方法というのは、例えば、あなたが私にと言った場合に、英語側が Tell me when you get to the museum といったような文の場合には、明らかに、全ての欠落語をこのような、省略語を日本語側で復元することは、性能を下げる、単語対応が取れない語を無駄に原言語に入れてしまうことになるため、不十分であるということが分かります。なぜこういった問題が起こるかといいますと、問題としては大きく分けて2つありまして、単言語の構造解析の問題、そもそも省略、何が省略されているかっていうのをアノテーションすること自体は、かなり難しい問題で、データセット自体を作るのが難しいという話があります。でなおかつ、データの問題ですがあります、このように何が省略されて、なおかつ、原言語側で生成する必要があるかどうかっていう問題は、データ依存の側面があります。例えば、言語対、日本語と韓国語、どちらとも、そういった省略といった現象が見られますが、こういった省略の問題は比較的少ないとされています。しかしながら、日英や中英といった方向では、欠落語
英語では、欠落語が少ないため、まあ、こういった問題が発生するというようになります。他にも、日本語では、まあ、書き言葉と話し言葉でどのような語が欠落しやすいかどうかっていうのが、まあ、変わってきます。また、まあ、日本語文からどのような英訳文を作るかといった、大訳の生成の仕方に自体にも依存するため、まあ、こういった要素から、まあ、データ依存の側面が強いと考えることができます。このことから、まあ、このことから我々は、まあ、このような、欠落する語が、まあ、どのような語が、まあ、どのように欠落するかというものを、まあ、大訳コーパスに基づいて、そういった語を同定する手法を、提案し、まあ、それを含んだ原言語文を生成する手法を今回の研究で報告いたします。で、まあ、本研究における概要、提案及び貢献の概要です。で、本研究では、まあ、欠落語、まあ、どういった語が日本語日英の言語対において、まあ、どういった語が欠落しやすいかどうかっていうのを、まあ、自動的に同定する手法を提案します。そして、まあ、その手法を、原言語文で復元、写像することによって実際に、まあ欠落語する文を含んだ、まあ、オラクル原言語文を生成することを提案します。で、まあ、コーパスに戻す欠落の同定では、まあ、この英単語目的言語中にどの言語が対応関係が取れていないかっていうのを、まあ、同定する手法になります。で、その次に、それを原言語文に写像することによってこのように、欠落語が明示的に復元された文を作ることができます。で、まあ、このような文を作ることに対する貢献というのは何があるかといいます と、あらかじめ、まあ、こういった欠落語というのが、まあ、どれぐらい機械翻訳において、影響があるかというのをあらかじめ見積もることができます。我々の実験によれば、まあ欠落語がない状態で、作った翻訳モデルとオラクル原言語文で作った翻訳モデルでは合計で、まあ、ブリューとして 6.3 ポイントの差がつくことが分かりました。で、もう一つの貢献としましては、こういった、欠落語の向けたデータセットを、大訳コーパスから自動的に作成する点になります。まあ、機械翻訳の問題はかなり、言語間の変換というかなり複雑な問題を解いているのですが、今回提案した方法を取ることで、問題を切り分けることができ、まあ、問題を部分問題に分解することができるようになります。またこれまでデータ作成が難しいとされていた、まあ、ゼロ代名詞や関心のデータセットとして、利用することもできます。我々の手法について説明を行っていきます。で、まずはじめにこのうちの、まあ、コーパスに基づく欠落語の同定について説明を行います。ある言語対が与えられるとき、まあ、どのような語が欠落語、つまり、まあ、目的言語で原言語に対応しない語、原言語側で対応しない語っていうのを、まあ、同定するかっていう話になります。で、まあ、このような、語を決める基準としまして、我々は今回単語翻訳確率、機械翻訳での、単語対応から得られる単語対応単語翻訳確率 P を利用することで、この欠落語の同定を行いました。実際には、原言語において原言語側で、ヌル、目的言語側で W という形、目的言語中の単語 W に対しまして、原言語中のヌルに対応する確率というのを、まあ、このように計算しまして、欠落語のしやすさ、欠落語のである程度を、1位に測定すること測定しまし、1位に決めました。で、今回の論文では、まあ、両方向の言語単語対応の方向性を考慮することによって、より質の高い欠落を求めることができました。こちらに示しているのがその我々の手法によって抽出された、日本語に対応しづらい英単語になります。まあ、このデータは、話し言葉コーパスから、まあ、得られた結果になるのですが、ゼロ代名詞 に対応するような I や U、Me など、まあ、そういった代名詞、他に、監視
ザ・ア・などや、まあ、前置詞、あとは疑問詞や、まあ、関係代名詞などが、取れていることがこの結果から伺えます。まあ、この結果から、まあ、このような、ヌル単語の対応単語翻訳確率を用いることによって、対訳関係にある言語間での、まあ、欠落語というものが自動的に同定できることが分かりました。次にこうして検出した、欠落語というものを、まあ、いかにして、目的言語日本語文に対して埋め込むかという問題になります。で、まあ、単語対応がつかない語を、自動的に、まあ、欠落語とし、我々の手法では、二分間の単語対応を計算した後に、単語対応がつかない語を欠落語として判定し、まあ、原言語へ写像しています。具体的には先ほどのこのスコアの、まあ、上位50件のうち単語対応を計算したうち、その語を、まあ、目的言語で、サーチを行い、まあ、その中で単語対応がつかないような語を、まあ、今回欠落語と認定して、次のアルゴリズムによってそれを目的言語に埋め込むという、手順になります。で、先行研究で、すでに、まあ、このようなコーパスから、原言語から目的言語に写像する方法が一つ提案されているのですが、まあ、この問題点としまして、まあ、中日を前提とした、ヒューリスティックを使っており、まあ、これが日英では、そのまま適用できないという問題や、他にもすでに出来上がっている単語対応を、破壊的に、まあ、挿入してしまうという問題点があります。で、本研究では、まあ、このような、問題点を解決するために、挿入位置の探索の際に、既存のフレーズですね、コンシストなフレーズに対して、まあ、フレーズを破壊しないような制約に加えて、英単語中の言語をそのまま 目的言語中の単語をそのまま原言語に加えるといった、工夫を行うことで、まあ、このような問題、彼ら先行研究の提案手法の問題を解決しました。さらに、まあ、単語対応自体の今回の単語の投射方法というのが単語対応の性能自体に強く依存するため、まあ、単語対応の確率を、精度を上げるために、目的言語の並び替えを、行うことで、まあ、単語対応の性能を上げました。まあ、これによってより適切な、オラクル文の生成が行えるようになります。ここから、実験設定になります。まあ、ここまでで話してきた手法を用いて実際に欠落語を挿入した、日本語原言語文が実際に機械翻訳においてどの程度変化が得られるかというのを調査を行っています。今回の実験設定は、まあ、日本語から英語の日英の機械翻訳、データセットを用いました。まあ、今回用いたデータセットは IWST2005 の日英翻訳タスクのデータ約、訓練事例として、まあ、2万分与えられているものを用いています。ただこのデータセット、このデータセットを採用した理由としましては、まあ、話し言葉であることから一般的に、代名詞主語の欠落や、まあ、目的語の欠落などが頻繁に見られるためです。しかしながらこのデータセットでは、まあ、2万分ということから比較的規模が小さいサイズになるため、今回追加データとしまして合計で、まあ、11万分の追加データを用意しました。まあ、これらのデータを用いまして提案手法の有効性を確認しました。で、比較手法としましては今回ベースラインとしまして、まあ、PBSMT と NMT を、利用しています。 PBSMT には、フレーズドベースとマシントラスレーション、国に基づく統計的機械翻訳の標準的なソフトウェアであるモーゼス、 NMT としましては SEC2SEC と呼ばれる、ニューラルマシントラスレーションの、まあ、実装、ウェブ上に公開されている実装を用いています。で、比較手法としましては、実際に、
欠落を検出し、現言語で挿入したものと、ま、単語対応の精度を、向上させるために、ま、事前並び替え、現言語の目的言語の並び替えを行った後、欠落を投射したものの、ま、2種類で比較を行っています。注意点としましては、今回、ま、欠落語の提案、ま、2つの提案手法においては、ま、欠落語ありの訓練文で翻訳モデルを作成して、なおかつ、評価セットにおいても、ま、同様の手法で、開発、テストセットにおいても、欠落語を、ま、欠落語を投射しているため、手法としては、ま、提案手法の方が有利な設定になっている点が注意点となります。実験結果はこちらになります。実際に欠落を検出したオラクル文っていうのが、まあ、実際に訓練して、評価を行ったところ、まあまあ、PBSMT および NMT において両方のメトリックスにおいてその性能が向上していることが確認できました。で、実際に並び替えありと事前並び替えありとなしの状態では並び替えありの方が性能が高くなっていることが結果から分かります。性能差としましては、ベースラインが 30.9 の場合に、実際に欠落を埋め、翻訳モデルを作った場合には、プラス 6.3 の性能が得られました。ライビズにおいては、まあ、5.6 ポイント程度の、上昇が得られました。まあ、データセットを、追加することで、まあ、この、性能幅の向上は、ある程度、まあ、少し小さくなってしまうのですが、データセット追加した場合には、まあ、34.0 から、まあ、39.4 と、まあ、5.4 の向上が得られました。まあ、この結果から実際に現言語で、まあ、欠落語を検出することによって、まあ、機械翻訳の性能が向上するということが、実験的に確かめることができました。で、実際に今回の、提案した手法というのは比較的、提案手法に有利な実験設定でした。まあ、そこで実際に翻訳モデルがどのようになっているかっていうのを、まあ、機械的なメトリックス以外にも、以外で評価するため、実際に、まあ、今回はフレーズベースと PBSMT の翻訳モデルでのにおいて翻訳モデルの内部調査を行いました。で、先ほどの実験結果から、結果としましては、まあ、非対応語、我々の仮説としましては、まあ、非対応語が単語対応における一種の曖昧さを生んでいるというのがあります。まあ、単語対応の計算を行う際に、現言語側でヌルなどを仮定することによって、まあ、このような問題の緩和は取り組まれているんですが、日英のような、まあ、順序が大きく食い違うような言語対では、まあ、このようなヌル語の挿入だけではかなり無理があるというのが我々の解説です。で、ここで無理が生じるため、実際の単語対応では、まあ、ノイジーなフレーズが作り出されてしまうというのが、考えられます。なので、実際に、まあ、欠落語の前後でのフレーズテーブルっていうのの変化を確認することで、実際に、まあ、欠落語ありの検出、欠落語を検出した状態での、まあ、効果っていうのが、まあ、測定できると考えました。で、いくつか、実験的に、翻訳モデルの中身を、観察したところ、欠落語前後の、欠落語の検出前後で、まあ、このようなフレーズテーブルの変化が頻繁に見ることができました。左が、欠落語変化検出前のフレーズ単語対応になります。で、右が欠落を、検出後の、単語対応になります。で、この、まあ、赤と青の部分に着目していただきたいんですが、欠落を検出前には、まあ、欠落をここに U が入っているんですが、まあ、そのこの U が、単語対応、を計算した際に、まあ、ここの点に、入ってしまい、まあ、トリートメントああいうレシービングといった、英語のフレーズが、まあ、治療をという間違った、フレーズを構成していることがこの図からわかります。
しかしながら適切に、単語対応、欠落語を、日本語文で、検出することによって、こちらの U の結びつきっていうのが、分断、ここで分断されるようになり、トリートメントと治療、を受けているとレシービングといった語が、フレーズとして結びつくようになったことが、このように実際のデータから観察して伺えます。でこのような、フレーズの変化が、頻繁に全体で起きていると、見られるのですが、このような、フレーズを、タイトなフレーズ、タイトフレーズと呼んで、実際にどの程度変化が起きているかというのを観察してみました。こちらが、その結果のになります。で、欠落語前後と前後での、欠落語前後でのタイトなフレーズっていうのを、実際に、カウントした結果がこの表になるんですが、タイトなフレーズっていうのはこの赤枠のような、フレーズ、単語対応の、四隅が、四隅に単語対応がついているような語を、タイトなフレーズと呼んでいるのですが、このフレーズというのが、欠落を検出前には、25万、全体のフレーズの40万程度のフレーズの中から、25万程度のフレーズ、全体で 61% の数しかなかったにもかかわらず、欠落を検出後のフレーズテーブルでは、そのような欠落後のフレーズというのが、13万中の、9万、約10万で、84.4% の、タイトなフレーズが増加していることが、測定の結果から分かりました。この実験結果が示しているのは、タイトなフレーズ、曖昧ではない、フレーズっていうのが、全体として数が増えており、なおかつ、全体のフレーズテーブルに対する割合もかなり向上していることが、分かります。この結果が意味することとしては、フレーズが、細かく分断されて、なおかつその曖昧性もかなり低減されているっていうのが、この結果から言えることになります。つまり、フレーズが細かく分断されることによって、翻訳の際に使いやすいフレーズが大量に生成されていることが、この結果から分かりました。以上が 本研究の報告になります。まとめです。本研究では、コーパスに基づく、タイヤコーパスに基づく欠落語の同定方法及びその同社方法の提案を行いました。単語対応を利用することによって、省略などの欠落語、省略などの、アンテーションが難しかった単語の単語を、検出を実際に言語文で検出したものを生成することが可能になりました。で本研究では、実際にそれを用いて翻訳モデルを作った際に、オラクル文の、機械翻訳の性能の向上を確認しました。実験結果から、欠落の存在が、文の曖昧性をかなり高めていることが、分かりました。このことから、欠落検出の重要性がうかがえます。今後の予定としましては、今回オラクル文を生成するにとどまっているため、このような検出モデルを構築することを目指します。また、今回日英方向でしか試せてないんですけども、言語対または翻訳方向による欠落語の傾向の評価を行っていきたいと思います。また今回フレーズベース PBSMT でしか報告できなかったんですけども、NMT における欠落語の影響等の調査をこの手法を用いて行っていきたいと考えています。以上で発表を終了します。ご清聴ありがとうございました。